江南には環境管理組合は、愛知県江南市、庭郡大口町及び不総町の廃棄物処理を目的とする一部事務組合。江南市、庭郡大口町、不総町の1-2町のゴミを処理する目的で1967年2月27日に、江南市不総町大口町衛生組合として、設立許可を受けた。1969年4月から、大口町で、 ゴミ焼却場の創業を開始。当初は1日あたり60トンの処理能力を持つ焼却炉2機を運用していた。1982年3月に、江南には環境管理組合に名称を変更すると、ともに焼却場も環境美化センターに名称を変更。同年に1日あたり75トンの焼却炉2機に設備を更新。粗大ゴミ処理施設も稼働を開始している。 1991年大口町内にて最終処分場を運用開始。なお、1995年以降、焼却売の一部について愛知県や名古屋市などによる第3セクターの愛知臨海環境整備センターの埋め立て処分場に搬出しているほか、民間処分場にも一部委託している。焼却場の老朽化もあって2002年から犬山市、小牧市、 岩倉市を加えた四市二町による新しい施設の建設協議を行ったが、2005年に小牧市と岩倉市が離脱。二市二町による再協議によって2010年5月には犬山式六屋敷を候補地としたものの地元の同意が得られなかったため、再々度の協議により2013年2月には、港南市中半野町北浦に新たな候補地を定め、2016年3月に、 ようやく決定している。2017年に、終わり北部環境組合が設立されている。ありがとうございます。